初音の鼓は古典落語の演目の一つ。骨頭趣味の殿様に毎回うさん臭いものを売りつけてゆく、小商人の吉兵衛。今日も今日とて、初音の鼓という怪しい鼓を百両という大金で殿様に売りつけようと画策する。初音の鼓といえば、源の義経が聖御前に与えたとされる白物で、元黒義常の親のおす経めすぎの皮が貼られて、 おり、本物であれば何百金にもなる由緒正しい、品であるのだが、当然本物であるはずがない。そこで吉兵衛はこの鼓が本物である証拠として、鼓を撃つと、傍らにいる者に、狐の霊が乗り移って、こんと鳴くと、殿様に吹き込み、試しに鼓を撃つ、殿様の前で狐の鳴き真似をして、狐が乗り移った芝居をする。さらに吉兵衛は、 殿様の重心であるサンダユを買収し、サンダユにも狐の泣き真似をさせることによって、まんまと、殿様を騙すことに成功する。すっかり本物だと信用した殿様は百両で買うと、確約するが、その前に今度は、自分ではなく、吉兵衛が鼓を打ったら、自分にも狐が乗り移るのかどうか試してみたいと、言い出し、さすがに、殿様まで買収することはできないので、 吉兵衛は窮地に陥ってしまう。いざ恐る恐る吉兵衛が鼓を撃つと、なんと、殿様が、コン、と泣いた。吉兵衛が偽物だと思っていた鼓は、実は本物だったのである。その後、何度撃っても殿様が、コンコンと泣くため、吉兵衛は、本物の鼓であることに感動すると同時に、今まで自分が働いてきた詐欺まがいの行為に、恥ずかしさを覚える。 それはさておき、肝心のお勘定をしてもらうと、殿様からいただいた包みには一両しか入っていない。吉兵衛がお題は百両だと確認をすると、殿様は、それで良いのじゃ。与と三代友の泣き鎮が差し引いてあると答えるのであった。加藤清正公が虎退治に持って行った、弁当箱、小野小町が使っていたとされる市民、西郷隆盛が愛犬をつないでいった日も、三戸三国公が、 予備に持っていた陰謀など、ありがとうございます。